ええー、カメラをね、購入しました。買ってねえじゃねえかよ。スマホのカメラじゃねえかよ。なんて,てそのツッコミは、まあなな、なしなと、ましで、出して。ええー、何かって、えっと、まあ、アマゾンで買って、ええー、ね、えー、ね、買ってね、別電気でね。 俺、店員ともう、じゃんじゃん話して決めるタイプなんだよね。楽しいんだよね、それね。店員さんとね、じゃんじゃん話して、ベ別電気とか行ったら、めちゃめちゃ4時間ぐらいいるからね、5時間とか、いて、店員さんともう、わちゃわちゃ話して決めるタイプだから、で、店員さんと自分の相違のもとで、こう、どう、決めるみたいな大好きだから、まあ、はっきり言って。もう、カメラとか、このカメラにマイクつくのか、とかね。昨日のかっちょいいカメラはね、マイクつくって、もう自分で調べた。 けど最高ですね。マイクも買ったし、アマゾンで買って、ええーね、二回払いになっちゃうよまあ、買い、買いました買いましたって感じで、まあ、そんな感じですね。感じです。で、まあ、安倍た人ってなんぞやみたいなことも、またあるんですよ。また、おいおい、おいおい、おいチャンネルみたいな感じで、おいおいですね。また、あ、話して、やっていけたらと思いますね。ええー、まあ、ええー、高橋秀と、トスから横浜 FC に移籍。 クラブの明確な、美、点点点てか。まあまあそうだよねまあまあそうだよねまあそうだよ、ね、感じで。花川力、セレッソ、遺跡。という感じで。うーん、まあ。ここら辺がね、だから、嬉しいっていうの、気持ちいいっていうのと、またここら辺がまた、あれ分けるんだよね。それを言うとちょっと、 分けるんだよね。俺もこうもう自分の商売していかないか、うんし。そこら辺が分けるよね。起きちゃった。ちょっと待ってね。ええー、起きちゃったからちょっと。静かにしておいてね。で、アビスパーにあの、宮大貴っていうね、選手が、宮大貴か、宮大貴かっていうね、宮、宮大貴っていうね。あのね、こんぐらいのサービス、ちょいちょい、まあや感じで、まあ。 ちょっとひねったネタもしたいですね。また落語で勉強するかまた、しようかな。ジョークもね、二人の男女がいたみたいな。ジョークもまたね、あの、ちょいちょい、やっぱ挟んで、喋りたいですね。喋ること好きなんですね。語り部の一族だからね。うん、好きですからね。でまあどこまでなのかな <laughs> もう、でもまあ昔からあるよね。アンチ・ハンみたいな。ハンが、潰れれば嬉しいみたいな。 アンチアンドが、アンチ、アンチ、巨人か。まあ、アンチ巨人か。まあ、アンチ巨人が潰れるや飯がうめえっていう昔から流れみたいなもんだから、国民性だからいいよね。もう、トス、トスが、ね、もう、トスがこう、もう、もうね。これもやっぱり結構 LINE 超えてんだよね、配信として。だから、男子チンペイって昔もう、もう死なないでしょ、誰も、もう。そういうウィットとか冗談がわからないんで、みんなもう。 ガチ、ガチで真に受けちゃうから、マッスルマッスル君みたいな、あの、ちょ、ちょっとね、シャレで言ってみたいなとこも、ある、あるでしょねうで、どう男子チンペイ言いたい放題みたいな、言いたい放題言いたいでしょ、実際。だから言いたい放題言いたい需要っていうのは、その、くそ悪口になっちゃダメだけど、もう言いたい放題言えなくなったら人って窒息しちゃうので、まあそういう需要がもう、まあ、そのイメージがあるんですよね。 男子チンペイ言いたい放題のイメージがあるんですよねお。俺としてはなんかこう、そういう言いたい放題言いたいみたいな、ところは、あるんですよね。うん、どうするっていう感じで。ねどうしようかなって感じがしますね。それで俺も商売やってっから、もう商売、お客あっての商売ですからね。お客さんお客さんっていうか、うん、ね やっぱ人に対して言っていくわけだから、昔みたいに1パーセ2 0アンチトスみたいな態度も取れないからね、うん、昔は好き勝手できたけどね、ガイナ君とか、ベガッタ君とか OK だけど、トットちゃんはダメみたいな、みたいな感じのノリっていうのを、なんとかうまく、うまーく入れていきたいですね。うん、いい,い、いい夢見たからいいだろうと思うんだよね。っていう、ね、サガントスサポーターの人たちは。 って思俺は思ってるけど。いい夢見て、まあ、ぶり返しはあるもんだよと思うんだよ。うん。誰だってそうで、俺だってそうだし。まあ、そんな感じ。こういうぐらい入るよ。うん。ほんとはゲヒ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 ャヒもう、全部ぶっ潰れろーみたいな気持ちも、あるよね。もうなんかもう、滅んでほしい人たち滅んでほしいみたいなところもぶっちゃけてもうあるよね。なんかどっかで、人間のこう、破壊衝動って言って、また月並みの表現なんだけど。まあ、 あいつには死んでほしいみたいな気持ちとかもなんかあるよね。そこもどう表現して、デトックスしていかないと、やっぱり、本当に刺したらいかんからね。うーん。多目的トイレで、やっぱこう、その、ー七人の女、渡部と、渡部と七人の女、多目的トイレみたいな、を、それ殺人事件になったら怖いね。七人を殺したわけじゃないからね。七人の女を視殺したわけですね、渡部がね。 っていうことでありますからね。あのね、真の人たちと関係を持ったって感じ。まあ、まだまだ可愛いもんじゃないですか。考えると。これはだから犯罪殺人はいかんわけだから、どっかで毒は出せなきゃならんから。まあ、そこら辺は、俺も商売やるし、商売じゃないギブテイクっていうかね、そういう世間体建前ってやつがないと、商売って成り立たないからね。やっぱり、ね、という前提がないと。 まあ言いたい方だ。言いたい。どうせ言いたいけどね。どうせそっちが俺の道なんだから。でもまあ毒が溜まってて、全部俺に向かってくるんだったら、それはもう俺も処理できないし、勘弁してくれと。俺のいい目、いい性格のいい面にフォーカス全然してくんないもん。誰も。ね。誰もしないんですよね。はっきり言って。そういう歪んだ心が、自分の歪んだ心はどうなのかってことを本当に思いますけどね。人に対してはね。はっきり言って。 人に言うなは自分にも、自分も見えてなきゃいけないっていう感じもしますけどね。これ常識ありますけどね。うんまあ、はあね、まあそんな感じですねうん。まあそんな感じですね。あとはもう当たり前だけど YouTube のね、明るさも立ててめちゃめちゃ立てていくし、立てていくっていうことと、まあ一緒にいたい、みんなと一緒にいたいので、楽しみたいので、俺なりにやっていこうと思いますって、キリンチャンネルとかもずっと ついてほしいと思いますー思うじゃないグラサン泥ロボヒカキンとかずっとついてほしいと、思いますーじゃ思うじゃないどうっすかもうちょっとテンション上げて喋った方がよかったね。で、ナイス達也ぐらい。ナイスナイス達也が開き直らないゃいかん、いかんすね。もうちょっとっすね。もうちょっとテンション上げた方が、YouTube モードでテンション上げなきゃダメだね。でもカメラ届きますよ。もうちょっともうちょっとね、パリパリってちょっとこのね、 妹シリーズからの他の動画もこう見てもらえるようにみたいな流れができるんじゃないかなと思ってまあするしいあとどうせ絵売れちゃうしねどうせまるでクリエイターだし、まあ、まあそんな感じですその楽勝さが俺にはあるかな俺は自分の責任でもってやってまーすって感じですでしたあしたっていう昨日